アメリカで申請された特許5701からの図面。ウォルターハントのロケットボール金属製薬卿のためのもの。ロケットボールとは消火器用弾薬に用いる金属製薬卿の形態において最初期のものの一つで弾丸そのものを発射薬を収める金属製ケースとしたものである。ロケットボールは鉛の弾丸の後方に弾丸の前兆の大部分にわたる深い空洞部を 設けたもので、1848年にウォルター・ハントが特許を取得している。この空洞は、ミニ A 弾の底部のくぼみと同様に、発射時の区圧で変形することで、重心内を密閉し、前方へのがス漏れを防ぐためのものであったが、ロケットボールはこのくぼみをさらに深くすることで新たな機能を持たせていた。ロケットボールは、深い空洞部に火薬を詰め、 さらに底部の小さい穴に添加用の雷管をつけて密封した構造になっており、湿気に弱く取り扱いに何のあった初期の紙製薬莢を断層から球団可能な耐久性のある弾薬で代替するものであった。雷管は発砲時に重心から吹き飛ばされ排出する必要のある空薬卿も残らないので、ロケットボールは現代でいうケースレス弾薬の一種と言える。 ロケットボールは最初期の弾層球団式、レバーアクション銃に採用され、これによって初めて実用的な連発可能な単一薬室の火器が実現された。髪型はジェニングス小銃。撃鉄とロケットボールに特有の外装式来管のための来管口を示す。火砲は後期型ボルカニック小銃。内部に発火機構を備えたボルカニック弾薬を用いた。 初期の41ボルカニック弾ロケットボールで実用的な連発火器が作れるようになったが一方でこれは必ずしも理想的な解決方法ではなかった弾丸を薬莢として使うため溶石の制約が厳しく使用できる薬量が非常に少ないせいで初速も射程も小さくなってしまったのである発活力はたったの約76ジュールでありロケットボールは 25ACP 弾のような低威力な現代のポケットピストル用弾薬よりも威力に劣るものであった。こうした限界はあったものの、ロケットボールは商業的に成功する小銃を作ろうとする野心的な銃器メーカーに採用され、ボルカニックリピーティングアームズカンパニーがその薄美であった。ボルカニック弾薬は一歩先を行くもので、ロケットボールのキャップを雷管に置き換えることでそれ自身、 単体で成立する完全なケースレス弾薬となった。ありがとうございます。